成人男性8人分ぐらい。やばすぎだろ。ファンタとも飯行きたいな。会社辞めても食っていけるぐらいはあるらしい。早く辞めねえか。稼いでるでしょ。デブは誹謗中傷に入りますか。うん。もう身長でかいからな。チンチンでかいって言ったよ。なんで言ったの。なんで誰の勘だ。エピソード5、全部アセンダント、すごーい。今シーズンプラチナ3つきました。ありがとうございます。アリケンクラスに一人はいそうなデブチャンネル。いや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 、ここのヒゲロンゲ、俺はマサノリチャンネル。パタッと締めるペンザ。最近うどんしか食ってねえ、マジでやばい。栄養の偏りがやばい。食べまくった後体調どうやった？めっちゃうんこ出たよ次の日。あ、いいね。ビビるぐらいうんこ出たよ。マサノリに飯払されたからな。アリキンが食べれるって言ったから。いや、やばかった。でも本当にやばかった。でも食えるんだって思ったわ。すごっ。結構お腹いっぱいやったけど。やばかったよ。みんな全部でやったら8万円ぐらいいってた。あれ多分そうやね。成人男性8人分ぐらい。やばすぎだろ。8人が食べる量ぐらい食べたよね。まあでも明らかに多かったもんな。カルビ頼んだアリキンは2人前。いやお前なんか俺が2人前頼んだみたいになってるけど、お前わけわかんねえわさびカルビみたいなえぐい量頼んだの忘れねえからな俺。言える範囲でメンバー行ってみて。言えるよ別。ギル君、ユフナ、マサノリ、俺だよ。ヨイちゃんとはいつか飯行ってみてえな。あとアジャとも飯行きたい。あ、ケンキとも飯行かないといけないわ。ケンキも飯誘ってくれてるけど、パチンコが忙しくて行けなかったんだよ。確かにファンタとも飯行きたいな。でもファンタはガチムチすぎて怖いわ。マサノリチャンネルと戦わせよう。見た、あのムキムキの画像も見たことあるよ。あれやばくない？全然筋肉ある。あれで明日会社行くんだからな。あいつはもう会社辞めても食っていけるぐらいはあるらしいよ。いや、それはね。ねえ、早く辞めねえから。稼いでるでしょ。やばい。 CH ゆかペロ来ちゃー。ゆかペロした？ペロってます今。トイレ行ってきていい？いいよ。ちょっとションベン行って。終わったわ。耳シータやだ。アリケンのションベンってこんな長いんだ。体も大きいからやっぱ長いんだ。え、ションベン長くね？大丈夫？トイレ行くのにエレベーターの乗り降りとかするタイプなんかな？うんちっちかな？おしっこするつもりがうんちもしたくなるときあるよ。わからんでもない。お待たせ、お待たせ、おかえり。うんこうんこしてきたよ。ラズさんって彼女いんのかな？おるやろ、一人や二人ぐらい。二人おったらあかんやろ。まあでも一人か二人はいそうやな。一人か二人はおるよ。あの顔いけるフィジカルではあるな。ホイホイついてくれやろ。ネット有名人、ゲームうまい、顔イケメン。なんか別に全然悪い意味じゃないけどさ、うん、会ったこともあんねんけど、ちょっとやっぱこう陰キャっぽいのがめっちゃいい。確かに悪い意味になりそうで危ないな。ちょっとそう、全然悪い意味じゃないよね。なん分かる人おらんかな。やばい、いきなりコメント欄で死ねよって言われた。希望で訴えます。違う、中傷で訴えます。裁判所で会いますよ。デブは誹謗中傷に入りますか。うん、俺のコメント欄でデブとかあれ太ったとか言ってるやつ全員 ID 今控えてるから、一気に裁判所全員な2000人ぐらい、いきなり訴えるから俺そういうの。今じゃない、3年後とかにいきなり訴えて偵察は素早く。これを言ってデブって言ってるやつは何、俺と喧嘩したいってこと。あれ痩せた、一番やばい。痩せたわ。一番やばい。屈辱。もう身長でかいからな。チンチンでかいって言ったよ。なんで言った。身長。あ、身長。びっくりじゃん。チンチンでかいからなって言ったかと思った。ひじこめ、大丈夫だよ。ひじこめで聞いたことないわ。ああ。よよよよ。ああ。よくいる配信者ね。ああ、あ、ひじこめとか俺全然気にしないよ。でもね、あれ、みんな、絶対裏で。ってなってるから気をつけてあげて。みんなメンタル強くないからな。なんかメンタル弱い人ほど休みがちっていう俺の中のあれがあるんだけど、角がすげえ立ちそうだから言わんとくね。もう言ってるやん。角しか立ってなかったけど、まあ、まあでもいいことだ。休むのが悪いことなんてね、日本の悪しき風評被害だから。ええ、お前エグくない？ちょっと待って、なんで？いや、
サイファー、まあいいか。いやいや、センチネル、え、お前、え、ちょっと待って、ちょっと待って、え、お前、一番やばいで、お前。一番やばいでやってること。お前、サイファーがいきなりレイズになるのはやばいよ、お前。お前、やばい。だって、だってさ、ステージって違う、センチネルやろ。センチネルだけど、センチネルだけど、違う、こいつは。おい、味方一、身内に一番やばいのあったわ。お前、とうとう俺をプラチナにはめ。お前、出たわね。割れちゃったね、これね。出たわね。やばい。そんな。もう何が起きてんだよ。終わんの早っ。僕がダメでした。大丈夫大丈夫大丈夫。次勝ちゃいいから。次勝ちゃいいから。チュ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 ワープライプピスクボインボインピスクボインボイン。チュ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 ポパイプスクリポインボピスクボインボピ。モゲッツモゲッツモゲッツ。ビートボクス始まった。チュチュワモプエプエプスクボン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 。で、おとつになれつい僕つの。対戦を確認。特技やん、もうそれ。あ、下がるわ。お母さん。いや大丈夫大丈夫。闇に惑え。なんで当てられるのって思いました。目が発動するまでちょっとあれやった。アホかすボケかすなえちゃった。スパイクリロード中。目を奪う。なんでだから何が見えとんねん。え、なんで見えてんの。見えてないのに当てんなよ。見えてないならもう。でもここで気持ちで負けたら負けるから負けない。俺が全部殺す。なんで誰の勘だ。スパイクを設置。目を奪う。あ、上や。どんまい、ありきゃん。ありきゃん、黙っちゃった。アラームボット配置。何が見えてんだ、お前は。前期ゴールド。ナイス。ナイス。いや、勝てる、マジで勝てる、マジで勝てる。辛すぎ。強っ。恐怖を見せて。頼む、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 頼む。大丈夫、大丈夫、大丈夫。なんでそんなことができるんだ。あと10秒。スイッチ。え？ディフェンダーの勝利。これはね、アリケンさん。アリケンさん。お、アリケンさんプラチナだ。プラチナ3になっちゃった、アリケンさんが。エピソード6アクト2、最大アセンダント1、常にダイヤモンド2以上。エピソード5、全部アセンダント。すごーい。今シーズン、プラチナ3つきました。ありがとうございます。お前は本当に俺と一緒にデュオ回してた。4戦ぐらい一緒に戦った仲間じゃなかったのか、お前は。一番びっくりだよ、本当に。一番びっくりしてるよ。忘れねえからだ、てめえのこの3キル。3キル16で絶対忘れねえからな。プラチナいっちゃもう、やんない、もう終わる。知らないもん。知らないもん、やらないもん。適正だプラチナだ。いや違うよ、アリケンが適正なわけない、プラチナ。怖いってお前、なんでダイヤダイ。お前さっきあんなボコボコにしたと優しくすんの。お前、ま、ほんまにサイコパスだよ、お前。やってること、いや、やってること、 DV と一緒だよ、ほんとに。いや